背番号3番浦島貴弘です。ヘディングのクリアを伝授したいと思います。前に飛ばすクリアをしたいと思います。まずはボールの落下点を早く読むことと、ボールの中心をどれだけ捉えられるかがポイントになります。チャレンジしてみてください。はい、やりましょう。はい、チャレンジします。いやー、あー、今のいい感じですね。しっかり首を固定してやってください。OK です、完璧です。今の完璧です。長谷川コーチどうでしたか？久々にああいうロングボールのヘディングをしたんですけど、なかなか感覚が久々だったので分かんなかったですけど、しっかり裏のアドバイスをもらえてやってみたらできました。ヘディングに大事なのは首をしっかり鍛えて、跳ね返す力、距離を出すとかそういうのに大事なので、しっかり鍛えた方がヘディングはいいと思います。このトレーニング意識するポイントはまず姿勢です。首がこう曲がったりとか顎が上がったりしないようにしっかり顎を引いた状態で、まっすぐな体勢でしっかりキープするというのが大事になってくる。それに合わせて強度をちょっと強くしたりとかというので、今ここの首横のところを強く鍛えていきます。サッカーをやってる皆さん、ヘディングは首がとても大事なんで、怪我しないようにどんどんチャレンジして上手くなってください。ありがとうございました。ありがとうございました。マキちゃん、危ない最後